北陸鉄道も、波2000軽電車は、北陸鉄道が、金沢市内線にて運用する目的で、1950年に導入した路面電車車両である。1967年の金沢市内線廃止後、名古屋鉄道に譲渡され、同社も550軽電車として、名鉄岐阜市内線で1997年まで運用された。北陸鉄道の軌道線、 金沢市内線の模ハ2000型として、1950年6月に重量が近畿車両で製造された。車体は全長10.5メートル、全幅2.2メートルで、全車に至っては戦後製造の反抗生、ボギー電車としては最も短い小柄な車両であった。1967年の金沢市内線廃止に伴い、重量全車が名鉄営場とされた。 名鉄ではも550型も550から559と解消、改版されている。なお、北鉄からは1968年4月にもはに1200型も全6両が名鉄に譲渡され、同社のも560型として入籍している。 名鉄岐阜市内線の稲葉通ながら北町では、急曲線などの事情から広幅、大型車体のボギー車の入線が難しいため、戦後も長らく二軸区単車が運用され続けていたが、本形式の導入によりこれらが置き換えられ、岐阜市内線のボギー車化が完了した。以後、ながら北町系統は1988年に、同区間が廃止されるまで、本形式が優先的に運用された。 1969年にも555が自己廃車となり、残った給料は1974年1月にワンマン化改造を施され、同時に終電装置がビューゲルから Z 型パンタグラフに交換された。1977年にも559が、1988年の岐阜市内線鉄名町駅内発ながら、 北町間廃止に伴い2両がそれぞれ廃車となるなど、順次到達された。残る6両も1994年に3両、1997年のもう780系導入時に3両がそれぞれ廃車となり、形式消滅した。名鉄も550系電車に関するカテゴリー。ありがとうございます。